します。主はいつも良いことを目に隠し、主はいつも良い技を成してくださり、主はいつも良いことを計画し、主はいつも良い技を成してくださり、悲しみ苦しみすべて喜びに変わる、感謝と賛美でさあ叫べ。主はいつも良いことを計画し、主はいつも良い技を成してくださり、英語で You're always brand new。歩いて行こう。
もあなたの後、愛する主の後、広く深く高く大きな愛に包まれている。歩いて行こう、あなたの後、愛する主の後、愛する主の後。少し古い歌ですけれども、主イエスが希望という賛美をしたいと思います。主イエスが希望、十字架が救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り、私は大丈夫。道を歩きながら、あなた後は神の御心という、神の計画という、神が用意された祭殿の道へと確かに導かれています。遠回りに思えた道は何一つ無駄ではなかったこと、曲がりくねった道を歩いたことが何一つ無駄でなかったことを、あなた後はこれから知るようになるでしょう。感謝と賛美をしながら歩いた道は長く見えても、実は何一つ無駄にならず、それは素晴らしい祝福の前触れとなると称されます。私はあなたを祝福するために召し、祝福するために選びました。その祝福をまだあなたは十分知りません。そのいくらかは既に体験しましたが、まだ十分知りません。これからその豊かな祝福をあなたは見るようになる、知るようになると主は仰せられます。
ます。この御からの教会に集まって共に祈る、この恵みと特権をさらに用いていきなさいと主は言われます。この場所に来て、この様々な形でこの祈っていきなさい、共に集まって祈る祈りをさらに用いていきなさいと主は言われます。私はこの新約の時代、教会を通して恵みを注ぎ、教会を通して霊を注ぎ、教会を通して一人一人に使命を与えていこうと主は言います。弟子たちが集まっていた時、大宣教命令が語られ、弟子たちが集まっていた時、聖霊が注がれたように、私はあなた方が集まって礼拝を捧げる時、豊かに臨み、あなたに語ろう、あなたに触れよう、あなたを癒そうと主を抑えます。集まりなさい、そして私を褒めたたえなさい、私はそこに豊かに臨もうと主は仰せられます。50番、主の血潮。主の血潮、主の血潮、仰ぎ見て、主の力、主の力注がれる。イエスの御せず、大胆に私に求めなさい、私はあなたの願いと求めに応えていこうと主を抑えます。不信仰になってはいけません。もっと大胆に、もっと素直にあなたは私に求めてきなさい。感謝とともに求めてきなさい。あなたは感謝をし、信仰を働かせて私に大胆に求めるとき、私は喜んで応えていこうと主は仰せられます。さらに御言葉に触れる習慣をあなた方一人々の生活の中に取り入れていきなさいと主は言われます。この神の言葉を開けるとき、この御言葉によって、この大いなる神の計画、神の人生が始まってくると主は言われます。朝ごとに開く御言葉はあなたを支え、あなたを助けます。その場で非常に深く語られる者もいれば、心に残るのですがよくわからない者もいますが、あなたは朝ごとに開く御言葉を、一日が終わるたびごとにもう一度読み返してごらんなさい。神があなたに御言葉を持って前もって教え、導いていたことに気づき始めます。朝ごとに御言葉を開きなさい。
私はそこで慰めと励ましを与え、また導きと語りかけを豊かに与えていこうと主は仰せられます。最後に10番、I love you Lord。主はまことに聖なるお方、主は私の救い主、あなたの十字架の御業、心から感謝します。福音を携えて、 I love you Lord。 全世界へ出て行きます。 I love you Lord。 I love you Lord。 福音を携えて、 I love you Lord。 全世界へ出て行きます。全世界へ出て行きます。愛する天のお父様、聖霊様の豊かなご臨在を心からありがとうございます。あなたの皆をおめでとうございます。特別素晴らしい特別賛美を感謝します。予言の言葉をありがとうございます。また共通われたお一人お一人を心からありがとうございます。オンラインで共に礼拝しているお一人お一人を心からありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊ご使者が御言葉を通し豊かに語り導き、どうぞあなたは一人一人を慰め励ませ、信仰を立て上げてくださって、御言葉を持って私たちに信仰の養いを与えてください。どうぞ語り者の雲も減り下ります。主を語りください。聖霊がご自由に語ってくださって、どうぞあなたの栄光を表してください。主に期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝します。ハレルヤ。